ちょっと無理。今回は対抗立志伝を DX 実況していきたいと思います。前回は清水砦の駿河水軍を攻めたけどボロ負けしたところまで。水上での戦いはなかなか厳しいねー。陸上の戦いを覚えてないから実際どうなのかは不明だけどなー。水上だけが面倒くさいと信じたいね。で、船も減って軍資金もないけど。そうなんだよね。限界まで大型船建造をしての敗戦だからね。どうやって立て直すかが問題だな。何か打開策があればいいんだけど。打開策になるかわからないけど。負けなしの1万円から。5000円引き出してお出かけするよ。行き先は大港の角屋さん。海外交易に望みをかけてみようと思うよ。儲けがどれくらい出るかだけどな。ビビたるものだったらまた違う策を考えないと。もうないかもだけどな。で、ここからは自動で移動。長いね。まだまだ移動。国内を移動してるうちはまだ着くはずがないよね。宝物の砦から、海外に旅立つ。さあ、世界の海へ。行っちゃうと世界が変わるからね。忍者は優秀。今回の目的地は那覇だから。そろそろ着くはず。着いた。さあ、稼げるのかな。まずは故障かな。この時代更新料は高く売れるはずだからね。インドから欧州へ向けて故障配達したら億万長者になれるからな。長い旅路を行ったご褒美だよね。話してる間に買い付けが終わった。買い物しに来ただけだからもう帰るよ。ほんとお使いレベルな海外交易。もう長いから一瞬で戻るよ。で、往復約1ヶ月かかって戻ってきた。早いのか遅いのかわからない日数だね。多少色つけてくれて。5000円しか残ってなかったから1万円以上は稼いだかな。元で5000円程度と思うと結構稼げた。交通費がタダだからかなりの稼ぎじゃないのかな。じゃあ、大型船建造するために那覇に行きまくろうか。その間みんな修行しまくりでー。古参の連中には清水の砦で船を強奪させてる。関船しか奪えないから微妙なんだけどね。今度はほぼ全財産の2万円近くを持って海外へー。戻ってくるのは約1ヶ月後。戻ってきた。今回の稼ぎは、1万3000円ほど使って3万円の稼ぎ。これを繰り返して軍資金を貯めるしかないね。頑張らねば。関さんあたりが大型船を建造できるようになると助かるんだけど。まだまだ強奪しまくり。ちょっと房総半島にお出かけ。そこは危険地帯。え、そうなの。里見家求心を回収に来たんだけど。里見、危険。ダメ絶対。薬物でもあるまいし。まあ、吉高のするのは発見だけであとは部下の方々に頑張ってもらうんだけど。発見。でん？え、どうしたの？さあ、それなりに出会いがあったから戻ろうかな。本拠地に帰る。襲撃された驚きもあるけど、白井さんじゃなくティーナさんなのね。たまに指で驚かされるよな。とか言う前に、襲撃されてるじゃん。何やったのさ。多分、まだ下っ端時代に借金取り立てたからかな。それだけでこんなに怒るの？返さないって言うから強引に取り立てたせいかな。確実にそれだ。あれは剣豪技。随分な用心棒を雇っているね。それだけ殺意が高いってことだろうな。元はといえば借りたお金を返さない方が悪いのにね。そうだけど強引な取り立ては恨みを持たれるからな。牛島くんを参考にしてみたんだけど、それダメなやつだったようだね。用心棒一人撃破。続いてキーナさん撃破。キーナというと途端に可愛さが増すのはなんだろうね。知らねえよ。用心棒二人目撃破。最後のは後ろを取ってるから。ヒビでとどめを刺せば。無事返り討ち。もう少し腕がいい用心棒を用意してほしいね。てか、これで討ち取れないのか。辻斬りじゃないとやれないんじゃないかな。久しぶりの鳥羽取りでー。なんで兵糧買ってるの。確実にミスだね。ここで関さんが水夫頭に昇進。ようやく大型船建造ができるよ。となれば、建造は関さんに任せて吉高はお金稼ぎか。那覇に行きまくるしかないよ。それもそれで大変だな。そうなんだけど、
仕方ないよね。金策手段がないもんな。海賊の金策は何なんだろう。一応海路護衛と占領で多少稼いでるけど、それ以外は海外交易に頼るしかないのかも。じゃあここからは那覇に行きまくりなので、多分3回目約4万円稼いだ。4回目約7万円稼いだ。5回目約5万5千円稼いだ。那覇に行くのに飽きて統率の鍛錬をし始めたよ。結構稼いだもんな。十分ではないけど、那覇の交易品回復を待たないといけないのもあるしね。買いまくりだとどんどん在庫減るからな。1ヶ月じゃ回復しないからね。となれば戦いで使える統率上げるしかないということに。少し上海に似ているよね。種類とかは全然だけどな。あとは確実に全部消せないのもかな。上海も確定じゃない気がするけどな。そうだったかな。昔はタイムアタックをして遊んだもんだよ。暇すぎて他にやることがなかったからだけどな。今思えばいい思い出かもしれないね。途中で詰まるとどうしようもなくなるんだよな。色が違うだけで数字が一緒だと目が滑りまくりだからね。全然見つけられなくなるんだよな。途中で終わってるんじゃないかと思う展開でも終わらせてくれなくて往生するときあるしね。やっとの思い見つけたらおしまいとかな。あれは泣けてくるよ。今もその状態になってるな。この状況で見ると、ある。全く見えないね。答えは下の緑の3。見つけられないときはほんと見つけられないんだよね。なんか勢いづいた。このままクリアしたいところだけど。いけるかな。なんか積みそう。結局だね。ここまでやったらあげてもらえるのか。ありがたい限りだね。清水砦ではかなり硬いよな。防御度がどこまで下げられるかだよ。4の理論でいくと規模によって加減があるよな。やれるだけ放火とか破壊とかしまくってみようか。結局忍術勝負になりそうな予感。水分必要なのは戦う人だけだからね。ある程度燃やしたか。放火の効果はいかに。清水砦で防御度が少し下がった。船の数は変わらずだね。いろいろ悩みつつ別な方向性を探ろうと思って、新宮城でも攻略しようかなと思ったけど、攻略しても公のものになるだけ。海賊は砦しか所持できないということだね。城も取れれば面白かったのにな。忍びの里が天下統一とか面白そうなのにね。となれば清水砦を攻略するしか道はないのか。なので清水砦を破壊しまくろうと思うよ。怪人に帰すくらいの勢いで破壊すれば攻略が楽になるかも。と言いつつ控えめな破壊活動。忍術修行あまりやってなくてね。結果はしょぼい破壊に。能力が低いから仕方ないよね。防御度はある程度下がった。これならいけるかな。大型船もかなり増やしたからな。これでダメならもっと破壊しまくろう。忍術爆上げ大作戦してな。もう海賊というより忍者集団を目指した方が早いくらいにね。じゃあ清水砦に攻め込むぞ。こっちは全て大型船。これで勝てないとなったら鉄鋼船作らないとな。今のところ製造方法が不明だけどね。今後わかるでしょう。そうだね。じゃあ攻め込むぞ。援軍は一応要請してみる。でもさ、しょぼい兵数しか来なかったら意味ないよな。となると信長様に頼むか。ダメ元で言ってみようか。謝礼は1万円で。ダメだった。1万円は安すぎたかな。海賊が来やがったと思ったら悪名でいい感じに追い払えた。悪いことはしておくべきだね。よし、2度目の攻略戦頑張ろう。今度こそ勝たねば。今回は最初から大手門に配置して攻めていくよ。相手の兵数は13,300、こっちよりも多いな。なんとか跳ね返すしかないね。いきなりいいのもらった。崩落はもう仕方ないよね。やり返すしかないな。けど雨では使えなかった気が。なので様子見の攻撃で。
応一撃100程度は減るな。防御度下げた効果はあるのかな。結構減らせる。これはなんとか頑張ればいけそうだね。もう少しいい武将が欲しいかも。なかなか海賊になってくれる人がいないんだよ。まあ、立志伝するなら海賊じゃないもんな。間違いなくね。よし、吉高に崩落を使わせるよ。ついに来たか。おお、いいダメージが入る。みんな崩落が使えるようになればかなり戦闘が楽になると思うんだけど。そうはいかないのが現実。なんだよね。県内撃破。兵数差はまだ1000近くあるね。なかなか縮まらないだろうな。なんとか崩落で稼いでいくしかないよ。なかなか差が縮まらぬ。あと少しまで行くんだけど、反撃ですぐに差が開くんだよね。ここで、崩落に投入。これで逆転。縄文を抑えていると攻撃できないから、敵部隊を倒せば倒すだけ有利になっていくんだよね。理論上はそうだけど、なかなかそうはうまくいかないのが現実。差が開かぬ。崩落で3部隊目の撃破を狙うよ。まだまだじゃないか。崩落もう一回必要そうだね。崩落投げたいけどどんどん士気が落ちていく。ほんとすごい勢いで下がっていくんだよね。なので吉高の宴会で士気を上げる。ほんともったいないんだけど。じゃないと士気崩壊で終わりそうだもん。3部隊目撃破。よし、あと2部隊。なんとかなるはず。こっちもかなり削られてるけどな。これで4部隊目撃破。あとは総大将だけだけど。縄文がいっぱい。これ、一つの分断で攻めるんじゃなく複数の分断で攻めるのが正解なんじゃ。だろうな。敵軍は5部隊だから、複数で攻めて大手門と絡めてからの同時攻撃で相手の反撃を散らして。というのが成功法なんだろうけど。まあ、うちじゃそれできないよな。となると、織田家に援軍を頼むしかないという結論になるんだよね。それなぁ。で、今ようやく大手門を突破した。まだ先が長い。二の丸突破。残すは本丸。こうなれば、総大将は縄文守るだけになるから。攻撃するだけの簡単なお仕事になるよ。ここまで来れば勝ちだな。約1ヶ月半続いた清水砦で攻略戦は、総大将を撃破してようやく勝利。なんか、本当の城攻めって感じがするね。数日で落とせる方がおかしいんだ。そうなんだよね。一番手柄は楊氏か。二番は吉高。最後は全蔵。他も頑張ったよ、本当に。あとは、作詞にもなる。まだ2回だけだけど、それ以外に海賊退治とかしてたからかも。そういえば、那覇に行った時は甲に襲われたような。それもある。あとは捕虜投用タイム。みんな投用できるかな。いけるかな。ダメか。じゃあ、突破なとう。これ、攻める前に仲良くしておかなきゃダメとか。それはあるかもね。伊丹さんは投用できた。次は小浜さん。小浜さんも投用成功。史実武将はありがたいね。次はチカちゃん。能力はめちゃくちゃ低いけどね。見船手衆なのにな。不当な評価な気もするね。でも、史実武将は全員投用できた。源内さんは、どうしたものかな。一応説得してみようか。じゃあ、切腹で。じゃあな。と思ったら闇の称号が。まあ、恩はないんだけど。下克上だから問題ないと思うんだけど。まあ、いいか。あとのモブ派。ダメ。モブはダメなのかな。ダメ。まあ、水分得意な3人が配下になったからよしだね。投用になって約4年かなりようやく一つ目の砦を攻略したところで今回はここまで。
ご視聴ありがとうございました。